だって100人中3人しか辞めないってことじゃないですか。でもそんなことないんじゃないかなって思って、例えば1本の動画のためにバズるためにちょっとこういうカラーを展開してみよう、こういうパーマを展開してみようと思ってやったお客様って後々帰ってこなくて最終的に数値に出なくて満足度が下がってるんだけど、それってそもそもお前のインサイトじゃねみたいな。ディズニー行くまでに、行くまでの道のりは結構面倒くさいじゃないですけど、でもあの楽しいのが待ってるってなると行くじゃないですか。では早速月間ヘアキャンプ一つ目のトピックからいきましょう。はい、ビュートピアさんからのピックアップになります。ホットペッパービューティーアカデミーから、美容サロンの、就業実態調査の結果について発表されました。そのデータは簡単に紹介しますと、1年以内の離職率が2023年に 3.1% と過去5年間で最も低いスコアになったということになっております。そして仕事の満足度の面では、職場の人間関係、成長実感などとの項目も前年に比べて向上しているという調査結果が出たということなんですが、早速これ寺間さん的にどうですか、この結果見て。はい、ありがとうございます。実際にこのデータが本当だったらめちゃくちゃ素晴らしい業界になってるなっていう感じなんですけども、本当だったら本当だったら本当だったらだって100人中3人しか辞めないってことじゃないですか。はい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 。でもそんなことないんじゃないかなと思いまして、で実際にこのお話いただいた時に、僕、VR とかでいろんな美容学校さん関わってるんで、いろんな学校さんにこのリンク送って実際どうですかって聞いた時に、やっぱり実感値としてはやっぱその新卒で美容師になってた子たちの1年間での離職率っていうのはやっぱもっと高いんじゃないかっていうのをじゃあこれエビデンス怪しいっていうことですね、これですかね。どうですか、皆さん。まあその多分ある一定の切り口というかセグメンテーションで分けてこうそれぞれ多分切り取ってるので、多分そういうふうにまあこういう数値にはなるとは思うんですけど、多分これを見てる方とかもやっぱ実際に自分たちのサロンがこれだとこう、あ、うちってこれより辞めちゃってるかもみたいになると、なんか悪いって思ってしまう、なんかそれではないと思うので、なんかこういうデータはそのあくまで書類の資料の1ページでしかないみたいなところをこう思っていただく方がなんか僕はいいのかなとは純粋に思いますね。これ実際ね、最も多かったのが職場の人間関係に満足しているから辞めてないっていう調査実態があるんですけど、これ実際現場レベルで言うと三好君のところとかどうですか。そうですね、まあ、オーナーが僕なんですけど、ソフトで柔らかいんで間違いない。確かに移植は多分それで減れるから、いやでもかなり意識しました、はいはい、昔の方が、もうブチピー殺すぞみたいな結構尖ってた時期もあったんですね。もうあったんですけど、はいはい、もう今はもう全てまろやかに、はい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 、俺の何が悪かったのかな、あ、伝え方が悪かったのかなみたいな、あ、なんか揉めてるな、どうしたのみたいな感じだったり、あとはなんかちょっとそれじゃないんですけど、やりたいことを、何がやりたいかっていうのをめちゃくちゃ聞くようにしてます。でやりたいことがある中で我慢しなきゃいけないこともあるじゃないですか。でやりたいことがしっかり決まってると我慢ができるんですけど、目標があんまないと我慢できないというか、僕もそうなんで、なんかそのディズニー行くまでに、行くまでの道のりは結構面倒くさいじゃないですけど、でもあの楽しいのが待ってるってなるとだるってなっても行くじゃないですかみたいな、そういうちゃんと夢をしっかりとこう見せてあげると、離職率は減るのかなっていうふうに思うんですけど。確かに夢カタリストの宮地さんですもんね。はい、ちょっとこうなるべく夢を実現させたいんで、僕はだから僕は一番の応援団長と思って今社中で働いてるんですけど、それをまあここ何年間か続けた時にみんな辞めなくなったし、これからの話はすごいするようになったんですよ。だから僕もすごい楽しいし、すごい応援しやすくなるっていうか。米田君とかもそういうポジションですか、結構。あ、いや全然違います、僕は。全然違うんだまあなんか、その、なんていうんですか、職場の環境で辞めてしまうとか、まあもちろんその、なんていうんですかね、こう自分の求めてる図に対して辞めてしまう、これもう目的と違うから辞めてしまうみたいなのって本質的じゃないと思うんですよ、はっきり言って。なんか自分のやりたいことをやるために美容師になってるのって、なんか僕はそのサービス業というか、お客様が存在する以上、僕らってお客様ありきのビジネスじゃないですか。例えば自分の感情よりもっと大切なことってお客様満足度だと思ってるんですよ。それ僕は本気でそう思ってるので、自分的にこう美容師さんってやっぱりついついこうクリエイティブ能力が高かったりとか、デザインを発生させる能力が高いとこれでバズるとか、そういう延長線上で引っ張るじゃないですか。その先にこの例えば1本の動画のためにバズるためにちょっとこういうカラーを展開してみよう、こういうパーマを展開してみようと思ってやったお客様って後々帰ってこなくて最終的に数値に出なくて満足度が下がってるんだけど、それってそもそもお前のインサイトじゃねみたいな。
そもそも僕はなんか本当にそう思ってるんですよ。なのでそのうちのスタッフにもそうなんですけど、僕らは日本一のメンサロンを目指す。そのために必要なことって、その自分を我慢しろとかじゃなくて、人のためにわがままである分にはいいけど、自分のためにわがままにはなるなみたいな、それはすごい徹底して、自分のやりたいことってのはもちろんあるし、それと自分のやりたいことを、それが人のためにどうなるのかって、そのリンクをどうやってつけれるか、そのリンク付けをするのが上司の役目だと思ってるんですよ。なのでなんかそういう感じで見てるっていうのが一番多いかもしれないですね、はい。でもなんかその本当に人を育てるっていうのの結構割とパイオニアサロンなイメージが結構ゴールドって割とあるんですけど、はいはいはい、やっぱそういうののこうシステムっていうか、はい、そういうなんかこう人事分担みたいなものも結構徹底してあるんですか、はいはいはい、それは徹底しますね。僕だったら例えば、まあ僕今30なんであれなんですけど、結構やっぱりまあ僕のポジション的にサロンワークで強くみたいな感じなんですけど、全然あのサロンワークの内部事情とか、それこそ撮影のとかも全部そうなんですけど、もうそれぞれ分担して分けて、もう今のサロンのチームがどういうメンバーが必要か、人はどんぐらい雇った方がいいかって、店長たちから、いやもうこういう状況なんでこれぐらい入れてほしいですみたいな感じで、基本的にもうポジション全部分けてやるみたいな感じなので、逆に言うと本当僕何もしないですよ。そういうサロンのなんかこうメンバー間のマネジメントみたいなところはあんまり持たないでやってるみたいなのが多いですね。とにかくでも今回 あんまり絡みなくて、はいはいはい、まあ、さっきも打ち合わせしてましたけど、はい、あの結構キレキャラなのかなっていうイメージあったんですけど、はいはいはい、下の子に対してはどういう感じですか？めちゃくちゃキレるっすよめちゃくちゃキレるっす。だってここはあの職場の人間関係満足しているっていうところがあると思うんですけど、はいはいはい、まあ、キレた後の、はい、こうその後のなんて言うんだろう、ちょっとこうその子に対してのケアみたいなのも結構考えた上で切れるって感じですか？それともこう結構バイブスでこう切れるタイプ？バイブスとか感情論でバーンみたいに行くのはないですね。もうなんか例えば変な話なんですけど、カラー間違っちゃった後輩がみたいな、でカラーなんで間違えたのって聞くのが今の時代の正解じゃないですか。それって本質的じゃないと思うんです。だってそれカラー間違えたそのお客様って、もしかしたらなんかその後デートがあってプロポーズを控えてたかもしれないのに、早めに帰ろうと思ってしまったら人生もう一個ずれてるじゃないですか、うん、そもそもお前カラーミスってっからっていう、それが一番大事だと思うんですよ、うん、その子にとってなんかその恐怖心とかじゃなくて、本当にやってはいけないことをしてしまったってことをちゃんとまずダイレクトに伝えるっていうのは僕が大事にしてることなので、立場とかも関係ないです。それはもう中村さんでも間違ってる、まあ、うちの社長の中村さんでも間違ってることがあればダイレクトに伝えるし、ただその中でやっぱり僕も幼かった時は言葉選びが良くなかったりとか、汚い言葉も全然言ってたんですけど、そこはやっぱり徐々にこう自分の中で修正しなきゃなとは思ってますけど、まあガンガン切れるっすね。ね、俺が1年目だったらもう多分怖くてしょうがないと思う。ガチ詰めされる感じするよね、なんかね。ガンガンいくっす。ガンガンいくっすね。まあでも結果そこでちゃんと米田さんについていきたいっていう感じにさせられてるってことですよね、今は。いや、ないっす。その俗人とかもないっす。誰についていくとかがナンセンスだと思う。なるほどなるほど。それ誰についていきたいとか、この人と働きたいとか、はいはいはい、そんな自分の人生なんで、自分で肌で感じて自分で選べよって話なんですよ。なるほどね。だから大事なそこじゃないっていう。この結果からすると、最も多かった項目に対しては結構アンチなんですか？この人間関係を非常に求めているっていうこの構図に対しては。はいはいはい、なんかでも今っぽいっすよね、うん。なんかその人間関係っていうとコミュニケーションみたいな感じじゃないですか。でもなんかそういうんじゃない人間関係って僕すごいインサイトにあると思うんですよ。例えばこの先輩には喋りたくないけど褒められたかったとか、もう宮地さんとあんまり喋れないけど宮地さんがいいねを1個してくれるだけで頑張れるとか、そういうちっちゃい今の時代の人間関係が存在してると思うんで、そういう大きい目線で人間関係を見るとこの表って合ってると思うんですけど、ただのダイレクトコミュニケーションだったら、そもそもそれでこれが出てるんだったら、まあそれやっぱり違うよねとは思うんですけど、なるほどね、なんか大きい目で見るとって感じですね。なるほどね、はい。